ブイチと申します。さあさあさあ、ということで巷で流行ってる俺がめちゃめちゃやりたいあのゲーム、しかしなかなか入手困難ですることができない、おいでよ動物の森。違うね、集まれ動物の森なんですけども、集まれ動物の森も巷でめちゃめちゃ流行ってる、みんなやってる。それを俺もやりたいけどできない。今もうスイッチが売ってないんですよね。道盛りが発売されることでスイッチをたくさん買う人が多分めっちゃいるんですよ。その影響でスイッチ本体の在庫がなくなっているという状況に陥っております。動物の森すごいね、偉大だね。ということで今回は動物の森の絶対に笑ってはいけないやっていきたいと思います。もう実際動物の森が欲しい人間からすると動物の森の動画を見て笑えないんですよ。ちょっともう欲しいんだもん、ネタ見しかないですよ。そんなもんはもうただなんか楽しそうにプレイしてるのとか見てさ、面白い、なんだこいつらと、何あげてんだ、自慢か、ネットでも私熱盛持ってますよって自慢か、そんなんやってたって何が面白い、こっちは全然笑えない。1個目いきます。ありますよね。たぬき商店やってないことあるんですよ。でもね、スコップでこうやってたぬき商店を無理やりやれば買う商品が2倍くらいになるものの店は営業されるっていうのを確か見て気がします。わざっぷで見ました。今回あるかわかんないけど、できんだね、すごいね熱盛ちょっと危なかったですけどね。まあ別にもうそんな全然羨ましくないんで、熱盛も積もり持ってても別にそんなもう自慢としか思ってないんで全然終わらないんですけど、すごいなーって思うくらいですよね。くだんねー。それでは現在の秋田市中心部の様子見ておきましょう。風が相当強く、熱盛が出てしまいました。失礼いたしました。熱盛と聞いて確かに思った、それは思った。さあ、地獄の鬼ごっこ、闇のゲームの始まりです。捕まれば即終了、まさしく筋肉のシャトルラン。オオスズメバチに2回刺されると死んでしまうという人生のルールが存在しますが、2匹どころではありません。大群が襲いかかっています。こうした危機的状況の中でもこの軽やかなステップ、期末テストが終わった後の放課後、給料日のサラリーマンのような軽快な足運びを見せています。木を巧みに利用しながらうまく相手をかいくぐっていくデッドバイデイライトをやらせれば最強でしょう。ここで虫網、このバトルを制しました。上手ね。よくもこんなに滑舌がよくいろんな言葉が出てくるなぁと思いますけど。腹立つなこれ。あのこれ竜宮の使いかな、めっちゃ見せびらかすじゃん、すぐ。ちょうちんあんこもすごいよ、でもこのデカさには負ける。これはちょっと笑ってしまった。早いな、楽かなこれは。
感じなんやね、テント。蜂が来ましたね。お、お、これはずるい。完全にもうこの後 To be continue 出てたもんね。もう お、いる。あれがタランチュラかな。キモいな。こちらも刺されんのかな、これ。あ、すごい、ゲームオーバーみたいになっちゃうんだ。怖っ。え、大丈夫大丈夫そんなことあるの。リスポーン地点でめちゃめちゃ強いやつがまた待ってたみたいな感じじゃん。なんでスマブラなんだよ。お、影が出っ、おお、そういうこともあるんだね。おっ、おスプラゲット。 All right, just turn.かわいい。何これ。おお、すげえ。おー、すげえ。見せびらかすためにずっと持ってたよね、絶対ね。いや、見せびらかすんじゃないんだ、これ。なんか、あ、大体釣った後に見せびらかすんだろうな、これ、すごいやつって思ったら、なんか笛吹いてんの何。森もなかなかね、すごいいろんな人が挙げてるんですけども、やっぱり面白そうだね。だって発売前からずっと欲しい欲しいみたいな言ってて、実況したいなみたいな言ってたけど、結局できずですからね。はあ、悲しいな。やっぱりこのゲーム実況見るとなんか欲しくなっちゃいますね。なんか僕だけみんなに置いてかれてるような気がします。てよくんやちーちゃんやまこちゃん、そしてたくままで、みんな動物の森持ってる、僕だけ持ってないの。ありえないでしょこれ。なんでなんでスイッチ売ってないのこれを。もう早くスイッチちょうだいよ。もう最初はもう動物森のパック欲しかったよ。いや、それは欲しかったけども、そんなんもう我慢するからさ、普通のスイッチでいいの。なんなら普通のスイッチその時売ってた。あつ森のやつが出るからそれだけにしようと思って、2つ買いはさすがにきついかなって思ったらさ、危ない。
この前はじめしゃちょーが株で1000万くらい貯めてた気がするね。あつ森はお金を貯めるっていうのがまた一つの楽しみではあるけど、逆にお金貯めていろんなことをするっていう楽しみもまああるのかもしれない。まあということでね、私もあつ森やったらね、ぜひゲーム実況をしたいと思いますので、もう予定です。楽しそうだったら やりたいなって思ってるくらいなんで、まあ大切にね、待ってていただけると嬉しいでございます。でこれからもね、なんかちょっと僕持ってないんで、持ってない間ちょっといろんなあつ森の笑ってはいけないちょっとやっていきたいと思うので、ちょっとぜひそのあたりもどうかよろしくお願いいたします。はい、じゃあバイバイ。じゃんけんたい、最初はブンブン、じゃんけんぽい。